刑事肥大官所門育野銀山は兵庫県朝ごに開かれていた戦国時代から近代にかけての日本有数の銀山である。明治新政府が日本の工業の近代化を確立するために最初に官営鉱山とした模範鉱山である。育野銀山は平安時代初期の大道2年の開港と伝えられるが詳細は不明。天文11年。 田島国志望大名、山名ゆ豊ゆたかにより、岩見銀山から採掘、精錬技術を導入し、本格的な採掘が始まった。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者は、直轄地とし、佐藤金山、岩見銀山と共に、重要な財源とした。江戸時代に入ると、幾の奉行が置かれ、第三代将軍、家光の頃に最盛期を迎え、 月山150巻の銀を算出した。宝永2年には、御所無山という最上級の鉱山に指定されている。慶安年間頃より、銀産出が衰退し、京方元年には、陸の奉行は、陸の代官と解消した。江戸中期には銀に代わり、銅や鈴の産出が激増している。高堂明治元年から、日本初の政府直轄運営鉱山となり、鉱山町、 朝倉守明を筆頭として、親問いフランス人技師長、ジャン・フランシスク・コワニエラの助力を得て、先進技術を導入し近代化が進められた。明治22年から区内省書館の皇室財産となり、明治29年に三菱申し会社に払い下げられ、国内有数の鉱山となった。昭和十八年三月十二日、主限現象による鉱石の品質の悪化。 行道延長が長くなり採掘コストが増加し、山羽などにより採掘が危険となったことから閉山し千2 0 0年の歴史に幕を閉じた。行道の総延長は 350km 以上、深さは 880m の深部にまで達している。なお、閉山後は三菱工業が引き続き銀山周辺に幾野事業所を設置し、現在も幾野の,の主要産業となっている。 平山後の1974年に史跡幾野銀山という名称でテーマパークを開業した。のみの後も生々しい行動巡りのほか、鉱山資料館には和田コレクションをはじめとした多数の貴重な鉱物が展示されている。2007年に近代化産業遺産及び日本の地質百選に選定された。ただし、育野銀山文化ミュージアムの場合は別途100円が必要。 育野鉱山を中心とした鉱山町が重要文化的景観として選定されている。範囲は大きく4つに区分され、史跡育野銀山がある、金香里瀬地域、江戸時代の鉱山町である、奥金谷地域、明治時代の近代化の拠点となった、太市政地域、明治の鉱山町で、育野駅へ至る口金谷地域からなる。奥金谷、多生、口金谷地域は、 市川に沿って発展した。ありがとうございます。